ました。2人前、やっぱり迫力ありますね。ありがとうございます。ありがとうございます。これがミンミンの餃子です。お一人ですか？はい、はい、ありがとうございます。お客様ご来店です。いらっしゃいませ。来ました、餃子2人前。やっぱり2人前ぐらいになると迫力ありますね。あ、いえいえ、ありがとうございます。あの、味噌ってあるんですか？味噌だれ、味噌だれないんですよ。あ、わかりました、ありがとうございます。来ました、2人前、やっぱり迫力ありますね。これが餃子の王将の餃子です。王将フードサービスですね。改めまして、うん、いい焼き色、匂いもいいですね。まあ皮の厚さがまあまあありますよね。最後の1個、
ました。赤星。ありがとうございます。来ました。これがミンミンの餃子です。お一人ですか？はい、はい、ミンミンはやっぱりちょっと皮が薄いですね。字が入ってるらしいけどちょっとわかんないですね。あと剥がすのが難しはい、ありがとうございます。
はい、あ、ありがとうございます。餃子2人前、やっぱり2人前ぐらいになると迫力ありますね。餃子のタレ、ちょっと酸っぱめが好きなので、お酢で、ラーで、垂水の王将か王将さんは味噌があるんですよね。嬉しいな。味噌。大阪王将さんの餃子は結構口の中で歯にキャベツが当たりますね。キャベツのカットがちょっと大きめなんだと思います。僕は好きですね、こういうの。皮の感じも一見ミンミンだけ違って、大阪王将も餃子のうちに同じような感じなんですけども、食べると微妙に違いますね。中華の醤油揚げっていうんだったら、餃子2人前とビールっていうのはおっさんには定番でいい感じですね。